はあ、なんだかベル君に会いづらいな。あんな姿を見ちゃったのもあるけど、もともとは私が襲われて迷惑をかけちゃったんだし、はあ、何よ、さっきからため息ばっかりついて。あ、ローズさん、また冒険者のことでうじうじ悩んでるわけ？深入りするなっていつも言ってるでしょ。はい、言っても無駄ね。どっぷり深入りしきっちゃってるみたいだし。はい、ほんと重症ね。で、何？気になってるのに会いに行けない理由は？そんなことは。全く説得力ないわよ。あら、あそこにいるのリトルルーキーじゃない？嘘よ、まったく取り返しがつかないくらい重症ね。からかわないでください。で、何？気になってるのに会いに行けない理由は？え？気になってなんて。ああ、面倒ね。私が聞いているんだからさっさと言いなさい。先輩命令よ。はい。それは。リトルルーキーに迷惑をかけた原因が自分のせいだったかもってこと？はい、あの時なぜか真っ先にモンスターに狙われて。地味だったんじゃないの？は？ギルドの制服が地味だったから神々が言うモブって扱いをモンスターにされたんじゃない？ローズさん、何を言ってるんですか？そうよね、その地味な格好がいけなかったんだと思うわ。そりゃモンスターもモブには容赦ないもんね。みんなどこから来たの？そもそも目立った方がモンスターに狙われてたんじゃ。そうだ、ちょうど聖夜祭も近いし派手な格好してみない？エイナ、いいわね。そういえば倉庫に聖夜祭の衣装あったわ。ちょっとは見れるようになったじゃない。いい感じ。じゃあ今日一日それで勤務お願いね。どうしてそうなるんですか？ほら、早速バカな冒険者たちが列をなしてるわよ。さっさと対応してきてちょうだい。嘘でしょ。お待ちください。すぐに対応しますので。エイナちゃん、かわいい。俺が先だ。割り込むんじゃねえ。エイナちゃんが困ってんだろう。皆さん、落ち着いてください。合図が送られてきて何かと思いましたけど、これで良かったんですか、ローズさん？いいのよ、冒険者のことで頭を悩ませたって時間の無駄なんだから。女の私たちよりダンジョンに恋煩ってる連中なのよ。
片思いの時間なんて仕事で紛らわす。それくらいがちょうどいいのよ。